マリオシリーズ、マリオブラザーズ、マリオブラザーズは1983年に発売されたニンテンドーのアクションゲーム。マリオシリーズで初めてマリオの名がタイトルに関されるとともに正式に主人公にマリオの名前が与えられた作品であり、マリオシリーズ第1作目にあたる。タイトルはゲーム画面ではブラザーズを省略型にしたマリオブロスと表示される。 1983年3月14日にゲームウォッチ版が発売、同年7月14日にアーケードゲーム版が稼働されたが、両作品はゲーム内容が全く異なっている。通常、マリオブラザーズというと、アーケード版とその移植作を指し、本記事でも特に断りのない限りこれに準拠して記述する。ゲームウォッチ版については、 本記事ゲームウォッチ版の項を参照。ドンキーコングなどで活躍したマリオとその双子の弟のルイージを操作し、下水道から流出した亀、カニ、ハエなどを駆除していく固定画面、アクションゲーム。ドンキーコングで大工と設定されていたマリオの職業が廃漢工と呼ばれるようになった。ルイージが初登場するが、本作ではまだ、 マリオとの違いは服装の色のみである。ファミリーコンピュータをはじめとした数々の家庭用ゲーム機に移植されている。土管から出現する敵キャラクターを床の下から突き上げて気絶させ、蹴り落として退治する。複数の敵をまとめて蹴り落とすと敵の数に応じて得点に倍率がかかる。敵を一匹倒すごとにコインが一枚出現し、下から突き上げる。 もしくは触れることで回収でき、得点が入る。ステージの敵をすべて倒すと面クリア。フェーズが進むほど難易度は上昇していく。数フェーズごとにボーナスステージがあり、フィールド内に配置されたコインを集めるステージとなる。時間内にコインを全部集めると、ボーナスポイントを獲得できる。ゲームスタート時と、ジラウンドより新的キャラクター登場前には、 敵キャラクターの名前と倒し方が画面で説明される。エンディングはなく、ゲームオーバーになるまでひたすらゲームが続いていく。ループゲーム。フェーズ23以降のフェーズは98までカウントされ、その次の面以降は98で固定されるが、ゲーム内容は、フェーズ16から22の繰り返しとなる。ステージの1段目中央にあるブロック。パワー床とも呼ばれる。下から突き上げることで、 ステージの床全体を突き上げたのと同じ効果を及ぼす。使うごとに、パワー床は薄くなってゆき、3回目で消滅する。パワー床は設置している、プレイヤー及び敵キャラクター、そして、ファイアーボールに対して効果が及ぶため、非常に強力な攻撃手段となりうる。なおこの方法で消した火の玉は得点されない。アーケード版をはじめとする。 ツララのあるバージョンでは完成したツララはすべて落ち、未完成のツララは破壊される。パワー床の使用可能回数は2度目以降のボーナスフェーズで全回復する。本作登場時、キャッチフレーズが書かれたポップ広告の通りワンコインで2人、同時プレイも楽しめた。敵キャラクターだけでなく、プレイヤーキャラクター同士にも衝突判定が設定されており、それがゲーム上でも、 大きな意味を持つ。インストラクションカードには、協力するか、それとも裏切るかと書かれており、異なる遊び方をさりげなく提示している。対戦でできる相手の倒し方などがある。蒸気の3種類は気絶させておいて、しばらく放置すると自力で復活し、その際に色が変わって動きが少し速くなる。さらに同じことを繰り返すともっと素早くなる。また、敵を倒していき、 ファイターフライを除く最後の一匹となると、自動的にこの一番素早い状態になる。1983年9月9日に発売、売上本数約163万本。かつて、オリジナル版ルールでの移植作が長らくなかった時期には、プレミアソフトとして、中古市場で低価よりも、数段高い価格で取引されることもあったが、後日のゲームボーイアドバンスでの、 復刻版発売などの影響により、現在は取引価格も落ち着いている。ロムカセットのタイトルシールには2種類あり、初期版は銀の背景にオレンジ色のタイトルの下に太い波線のもの、後期版はタイトルの横に箱と同じイラストが縮小されて描かれているものとなっている。なお、中古市場では校舎の方が流通が少ない。 1988年10月23日に発売のスーパーマリオブラザーズさんも2人プレイ中でも同様のゲームがプレイ可能であるが同作ではコースでゴールした時に得たパネルを奪い合う対戦ミニゲームの色が濃いため本作とはいささかゲーム性が異なる相手を踏むか突き上げることで持っているパネルが1枚飛び出すまたルールの異なるオリジナルステージが2つ追加されている ファミリーコンピュータ発売前後の CM でマリオブラザーズが紹介されていたがよく見るとルイージの色が違う。FC 版では容量の都合からアーケード版と比べると細かい演出がカットされていたりシェルクリーパーとファイヤーボールの大きさがアーケード版に比べてかなり小さくなっている。1993年にはマリオブローズクラシックがヨーロッパ限定で販売した。 これは帰ってきたマリオブラザーズの仕様にアーケード版にあったフェーズ1、5、7、9のアトラクトデモを追加した内容となっている。なお本作ではフェーズ24以降になると敵がひっくり返っている時間が短くなっている。フェーズ99をクリアするとその次はフェーズ0となりそしてフェーズ1に戻る。ルイージの方が面会指示の立ち位置が わずかに右寄りなので、3面などのコイン取りではタイムが0.1秒多く残せるが、通常面ではパウまでの距離がマリオよりわずかに遠い。1988年11月30日にディスクライター書き換え専用ソフト、帰ってきたマリオブラザーズとしてリメイク発売。当時、マリオカレーなどのキャラクター商品を発売していた長屋園がスポンサーについたため、 書き換え価格が標準では500円のところ、本作については上記の広告料などの関係で400円に引き下げられた。このためゲーム中に同社のマリオカレー、お茶漬けのりなどの CM が流れたことも話題になった。これにより2006年時点では無料ソフトや同梱版を除くとマリオシリーズで最も低価格のゲームソフトとなっていた。長谷園、ワールドモードでは ゲームオーバー時に復活チャンスがある。1988年11月30日から1989年5月31日にクリア時の暗号を長谷園に送ることで10万点でマリオさんトランプ20万点マリオさんカセットがそれぞれプレゼントされるキャンペーンを実施。応募者全員の中からマリオさん特製キーホルダーも当たった。容量が増えたため、 敵キャラクターのグラフィックがアーケード版に近くなっていたり、ファミコンのロム版で削除されたツララが復活、ボーナスステージで床が見えなくなるなど、アーケード版の仕様がそのまま移植されている。また、ジャンプ中に十字ボタン左右でジャンプの勢いをコントロールできるようになった。ディスクシステム最後の新作マリオシリーズであった。 1984年にウエストサイドより PC-8000 日対応版が発売された。また、ハドソン開発のマリオブラザーズスペシャルとパンチボールマリオブラザーズが発売された。ハドソン開発の2タイトルともアーケードゲーム版をベースにステージ、ルールの大幅変更など大胆なアレンジが施されており、本作の名を冠するもののほとんど原型をとどめていない。 三作とも任天堂の巨諾を正規に受けた異色作品である。1993年7月14日発売のスーパーマリオコレクションに収録されたリメイク版スーパーマリオブラザーズ3ではファミコン版と同様に二人プレイ時の途中で対戦する形式のものなほか新たに前期をもとにして 単独のモードとして独立させた二人対戦専用のバトルモードも実装された。バトルモードでは、スーパーマリオの状態でスタートし、一回だけ敵に当たってもミスにならない。踏みつけると甲羅になり、武器にすることができるのこの子が登場する。過去のマリオシリーズを移植した2001年3月21日発売のスーパーマリオアドバンス及びそのシリーズ全4作と、 2003年11月21日発売のマリオルイージ RPG でプレイ可能。基本的な内容は5作で共通しており、クラシックモードとバトルモードの2種類が収録されている。いずれもステージ BGM が追加されている。クラシックモードでは音源などの基本システムはファミコン版に準拠しているが、面構成やツララの登場など、 アーケード版をベースにしている部分も多い。一画面だったステージが広くなっており、マリオの移動に合わせてスクロールする。また、パウブロックが上部にも追加された。パウブロックの上に乗って B ボタンを押すと持ち上げることができる。他にも空中の左右移動を受け付けるようになったり、下を押し続けるとパワージャンプができるなど、操作性はスーパーマリオ USA に似ている。 ひっくり返った敵を5匹以上連続でければ1、アップも可能。ゲームオーバーになった場合は1回だけコンティニューができる。バトルモードでは最大4人対戦が可能。対戦キャラを持ち上げることもできる。二人プレイではパウブロックがない代わりにゴミ箱が設置されている。中に入ると一定時間出られない代わりにアイテムが手に入る。入手できるアイテムはパウブロック。 コーラ、魚の骨卵のうちのどれか一つ。卵は、投げると割れ、コインハートスターのどれか一つが出てくる。また、4ステージ目には敵キャラで、クッパが登場するが、倒すことはできない。他にもファミコン版が、ファミコンミニ第2弾の一つとして2004年5月21日に発売されている。2006年12月12日より、バーチャルコンソールで、ファミコン版が、 配信開始。用語1 0 0 w ポイント。二千2010年10月21日に、スーパーマリオコレクションが、スーパーマリオコレクションスペシャルパックとして、We 版が発売された。内容は、スーパーファミコン版と同じで、もちろん、スーパーマリオブラザーズ3内のマリオブラザーズもある。2011年12月16日より、任天堂 t e ー 3DS 早期購入者を対象にした。 アンバサダープログラムにてマリオブラザーズを収録したスーパーマリオアドバンスさんがバーチャルコンソールとして配信開始。内容はゲームボーイアドバンス版に準ずるが他人数プレイが不能になったためバトルモードで遊べなくなっている。2013年5月8日にはファミコン版がバーチャルコンソールとして配信開始。2013年5月29日より バーチャルコンソールとして配信。2013年11月21日発売のスーパーマリオ 3D ワールドで特定の条件を満たすとルイージブラザーズというゲームがプレイ可能になる。ゲーム内容はファミコン版と同じだがマリオが登場せず、原作の 1P であったマリオが最新作準拠の配色のルイージに差し替わったものになっており、2P のルイージは原作と同じままである。 2014年4月3日よりバーチャルコンソールとしてゲームボーイアドバンスソフトでマリオブラザーズを収録したスーパーマリオアドバンス2が配信開始したが他人数プレイが不能になったためバトルモードが遊べなくなっている2016年11月10日に発売したゲーム機ニンテンドークラシックミニファミリーコンピュータは本作などファミコンソフト30本を内蔵している 2017年9月27日にハムスターが展開しているアーケードアーカイブスの一つとしてアーケード版が配信開始された。任天堂のアーケードゲームが同サービスで配信されたのは本作が初めてであるが選ばれた理由は任天堂の担当者からどのタイトルが第一弾としてインパクトがありスウィッチにやっていて ユーザーの皆さんに喜んでいただけるかと語っており、お裾そ分けプレイの相性が良く、マリオの登場するゲームが決まった。開発はハムスターが担当し、ニンテンドーは監修を行う。ベースはアップライト筐体。オンラインランキングは配信当日の0時20分の時点で100位が埋まり、2日目でキャラバンボードの1位が10万点を超えた。2018年9月19日に、 ニンテンドースイッチオンライン加入者向けに配信されたファミリーコンピュータニンテンドースイッチオンラインにはファミコン版が収録されている。2021年2月12日発売のスーパーマリオ 3D ワールドフューリーワールドで特定の条件を満たすとルイージブラザーズがプレイ可能になる。ゲーム内容は Wii U 版と同様。ゲーム開始時に流れる音楽は モーツァルトのアイネクライネ・ナハトムジークの第一、学章冒頭部分である。アーケード版とファミコン版ではややサウンドが異なり、リメイク作品はファミコン版を元に作られているため、サウンドもファミコン準拠である。1998年に刊行されたゲームストムック・ザ・ベストゲーム2では、それまでのゲームではテーブル筐体の手前側と、その反対側に、 プレイヤーが一人ずつ座りプレイする形が主流だったのに対し、それを手前側に二人分の操作系を用意し、同一画面中で二人のプレイヤーが操るキャラクターが登場した、プレイヤーが二人並んで同じ目的を持ってプレイする。このスタイルは孤独にプレイするものから大きく変化したものであった。このスタイルはその後の協力プレイの基本となり、 さらにはアップライト型筐体の形に発展することになる、その他にも強制的にゲームを終わらせる演出や、一度にすべての敵の動きを止める、今でいうところのボムの存在も忘れることはできないと紹介されている。ファミリーコンピュータマガジンの1991年5月10日号特別付録のファミコンロムカセットオールカタログでは、マリオをメジャーなスターダムにのし上げたゲーム、 二人同時プレイの楽しさを引き出したゲームでもあると紹介されている。1983年3月14日に任天堂より発売。マリオブラザーズのタイトルで最も早く発売されたバージョンであり、後のアーケード版とタイトルは同じだが、アーケード版は本作から移植されたものではなく、ゲーム内容は全く異なっている。ポッカの反則用景品としても配布されていた。 左右に画面のマルチスクリーン起用ゲーム。瓶詰め工場を舞台に、兄弟はベルトコンベア上を流れてくる荷物を運ぶ仕事をしており、中央に表示されたベルトコンベアを挟んで、マリオは右画面、ルイージは左画面にいる。プレイヤーは一人で同時に、右手でマリオ、左手でルイージを上下操作して、流れてくる荷物を落とさないように、より高い位置にある。 ベルトコンベアにタイミングよく乗せ替えていく。最上段まで荷物を運んでトラックに積み、積載量いっぱいになるとトラックが発射してボーナス特典が与えられる。荷物を落としてミスすると上司に叱られるなど様々な演出も見られる。本作がマリオの弟、ルイージの初登場作品となり、本体パネルに描かれたイメージイラストではそれぞれ赤い帽子とつなぎに、 青のシャツと緑の帽子とつなぎに赤のシャツとなっており、この時点で赤、緑というイメージで描き分けられていた。なお、上実のアーケード版ではマリオが青い帽子とつなぎに赤のシャツ、ルイージが緑の帽子とつなぎに茶色のシャツへと変化している。また、アーケード版ではマリオのイメージカラーは青であり、タイトルロゴから筐体の配色にまで反映されている。 こちらのバージョンは、1999年4月8日、発売のゲームボーイ用ソフト、ゲームボーイギャラリー3の1ゲームとして移植されており、同作にはグラフィックをリニューアルして、ルールがアレンジされた、今モードも収録されている。同様にリメイクされたものが、日本国外で、ゲームボーイアドバンス用ソフト、ゲームウォッチギャラリー4に収録され、日本では、 2016年3月16日に Wii U バーチャルコンソール専用ソフトゲームボーイギャラリー4として配信された。ありがとうございます。